ベイリランド型とは架空戦機、根壁の艦隊に登場する架空の航空戦艦である。本校では派生型といえる筆シルバキン型も一括して扱う。なお、劇中ではこの名称で呼ばれてはいないが、ほぼ同様の改装を行い、艦隊の機関として集中運用されているためこの名称で通す。後世寺氏は16年12月8日の ハワイカウアイ海峡における海戦において、日本海軍はアメリカ太平洋艦隊が用していた、ちょうど急戦艦8隻のうち6隻、すなわちメリーランド、ウエストバージニア、カリフォルニア、テネシー、ペンシルベニア、ネバダを路角することに成功し、日本へ開港して、日本流の運用法に合致するよう海装を行うこととなった。しかし調査の結果、 そのような改装を行うよりは、スクラップにした方が費用が安価に済むことが判明したが、戦時下であるため、新兵器、新構想の実験艦として、それまでの後世帝国海軍戦艦の設計思想とは一線を画する基礎艦として、改装を行うこととなった。後に、艦隊は、攻撃艦隊と命名され、独自運用されることとなり、その改装結果や、 運用実績は、後の、極実艦隊建造にも生かされた。音読みと当て字を混在させた、漢字表記となっている階装を終えた六席は、寺シは19年11月に行われた母国である、米本土攻撃を行う、現月作戦でウイジンを飾ることとなり、筆シルバキン、ネバー、スグルの二艦は、春嵐トン指揮団を用いて、サンディエゴへの陽動攻撃に成功し、 ベイリランド、ケーホリニア、ニッショジョア、テオン氏の4艦は、爆流を用いて、本目標である、ロス・アラモス原爆研究所の破壊に成功した。その後6艦は、攻撃艦隊本来の編成目的である、インド洋に展開し、テラ氏は20年のマダガスカル島攻略作戦への上陸支援作戦を行った。この後、昭和21年秋、 独大三帝国の支配下にあるバスラの石油施設への空爆を実施しているが、この際に参加した爆竜四機を失っている。そして翌22年からは U ボートによる雷撃で、ケーホリニア、フデシルバキン、ネバー、スグルの三艦が失われ、日所ョ,ョアが老朽化により退役し残るベイリランド、テオン市の二艦は、 翌23年までインドでの作戦行動に従事した後に退役した。コミック版では、後部手法は日記とも存在しており、完備魚雷艇も確認できない。また、回収後の排水量の増加についても、基準排水量が32,600トンから34,900トンに増えたとある。ちなみに、環境の外観は2000年に発表された。 休暇型護衛艦の初期予想図に類似しているが、初版観光は1993年8月20日のため、単なる偶然である。ありがとうございます。